お玉が身も大してる。お玉のね、大好きなね、ホイップがやってきた。この村一番で美味しいコッペパンがどれだけでかいかっていうと、お玉と比べても遜色ない。うちの旦那さんの拳よりも大きい。恐ろしい、恐ろしい食べ物です。なんとレッドホットチキンは今日も破壊力満点。こっちはホイップホイップで、こっちがホイップ。でかい。高さが伝わるでしょうか、私の拳。このお皿が20センチぐらいなんですけど、はみ出るサイズですね。このままではとても食べられないので半分に切ります。いや、ちょっと見た目あれですけど、こう中をこう開けるとこんな感じで、もうクリームがとんでもなく詰まってます。これがダブルクリーム、もうもっと見た目あれですけどね、これがホイップ、こっちがダブルホイップ、ホイップダブルホイップ。食べられないのはこういう風にジップロックコンテナを逆にして入れとくと保存が良いです。お玉を召喚。お玉の大好きなホイップだよ。僕はねホイップが大好きで、ホイップを食べるとふわふわって浮くね。ホイップを食べると浮いて、ホイップ食べ終わると沈む。ジョージ君なんか納得いかないみたいだけど、高い高い、低い低い、ちょうどいいちょうどいい。 OK?、うん